長、お疲れ様です。はい、今朝お伺いしたちょっとの学校の校則に関してちょっと追加でお尋ねしたいんですが、ね、市長が念頭に置いてらっしゃるのは、これは小学校、中学校、高校、どの範囲の大阪市としては小学校、中学校ですね。高校は、まあ、府立がやればいいですし、まあ、一律も高校ありますのでね、まあ、できるんだったらやりますけど、まあ、高校は基本的には府がまず主体的にやることなんじゃないでしょうかね。市としては小学校、中学校、できるんだったら実現していきたいですね。その一般先として考えていらっしゃるのは学校法人、あるいは NPO とか株式会社も含めてなのか。じゃあそうです。もうありとあらゆるところ。これは公設民営ですから、もちろんその大阪市教育委員会もね、全くその責任を放棄したわけではないですから、運営だけを民間に委託するということですからね。まあ、いわゆる学校法人の厳格な要件を満たさなくてもいいんじゃないでしょうかね。まあ、それは塾を主催している会社だったりとか、そういうところも参入してきてもらえるんだったらありがたいですね。株式会社については、ね、今でも学校運営する中で、その私学助成がもらえないとかですね、なかなか経営的に難しく、うまくいってないところもあるかと思うんですが、そういったところに、まあ、義務教育の学校を任せることについては、そういった懸念はどのように乗り越えて。いや、だからそこに公設見える意味があるんですよ。だって助成とかそういうもの公立なわけですから、通常に公費で運営できるわけなんで、ね、だからあれですよ、私学とは違うんだよね。私学になると私学助成が入るかどうかというところが問題になるから、株式会社率の私学は私学助成がもらえずに大変苦労してるわけですよ。でもこれはあくまでも公立の学校なんだよ。運営だけを委託する。そうです。だからそれが公設運営の一番肝の部分ですよ。公立だから別に私学じゃないから入学選抜試験もやらないし、学費も別途徴収はしないし、あくまでも公立の学校なんですよ。ただ中身の運営を民間に委託するってことなんでね、そこがポイントなんですよ。私学じゃないっていうところがね。その、まあ、実現したとしてなんですが、どの程度まで民間に介護するか、要はその幼稚園のように民間でできることは民間に任せるということなのか、あるいは学校の場合には公設公営の意義もある程度認められるのか。いや、ですからこれは公設民営化、まだこれはね、歴代政権が、まあ、特に小泉政権の時なんかも規制改革会議が挑戦しようとして、結局突破できなかったところなのでね、まあ、その方針がきちんと決まってから制度設計に入りますけども、ただ大森教育委員や中原教育長なんかには、まあ、この公設民営ということでね、今の公務員の身分を有している教員と民間で、民間会社に属しているいわゆる教員が、まあ、切磋琢磨していけばいいじゃないかと。またそういうところで大きな教育産業が生まれるかもわからないですしね、まあ、切磋琢磨ですよ。そういうことを伝えたので、具体的な制度設計はやっぱり本当に公設民営化ができるかどうか、そのあたり6月にこれ成長戦略方針が出るわけですから、そこで決まればね、もう準備に入っていきたいと思いますけどね、まあ、いきなり全部ってことじゃなくて、これはやっぱり公務員の身分を有した教員の役割というものもあるでしょうから、切磋琢磨しながら、どっちの方がいいのかということをしっかり見えるような形にしていきたいですけどね。多分保育所なんかでもそうですけども、民間委託すると驚くほど経費が削減できますしね、何でもかんでも削減じゃなくて、その分先生の給料を上げてもいいかもわからないし、まあ、とにかく私学とは違ってね、あくまでも公立なんだけれども運営を民間に任せるっていうね、この新たな学校のスタイルができるかどうか、まあ、挑戦したいですけどもね。大阪市だったらどうなんでしょう。小中一貫校とかの、まあ、スーパー小中一貫校を作ってほしいということを言いましたから、そういうところから入っていくというのも一つの手かも分かりませんけどね。イメージとしては従来の私学よりも公設なので、公が関与する場合が、いや、そうです。私学じゃないですか、公設民営なんでね。だからその分学校運営に関しては、まあ、公費で、これは賄うわけです。でそれを運営委託料だけを、民間会社の方に渡しますけども、財政基盤はそれは安定してますよ。税で運営するんですから。美術館の問題なんですが、本業の方、院の職員の人が、まあ、店頭に占めることにはかなり否定的な方が多いみたいな、そういうご意見というのはある程度市長の方にはないですか。いや、まだですね。明日、近日中に
あの上山特別顧問と協議しますけれども、まあ、もともと上山さんがあの美術館問題に詳しいのでね、まあ、専門家を集めてもらって、しっかり協議してもらってますので、そのあたりの話をしっかり聞きたいと思います。文化的価値というのはもう一つのコスト問題というのもあると思うんですけど。何問題ですか？コスト問題、はい、残すのはいいんだけど、例えばものすごくお金がかかるんだったら、例えば統合した方が安いとか、多分そういう議論というのがどの程度反映するんですか？いや、だからそれは大山さんのまずあの意見といいますか、どういう意見になったのか聞いてからですね。で、もともと近代美術館構想にも大山さんは否定的だったので、まあ、あのいろんな知見を持った人の意見も聞きながらね、これからの時代にふさわしいあの美術館とはどういうものなのか、ちょっと一からしっかりご意見を受けたまりたいと思うんですけどね、たまりたいと思うんですけどね。あ、あまり今まで近代美術館構想はその天王寺の美術館と合わせて考えたことなかったので、中之島にとにかく近代美術館を作ると、今持ってる大阪市のコレクション、市政何百百年か知りませんけども、なんかその記念事業でね、打ち立てたその美術館構想をとにかくやるんだっていう、まあ、その流れでずっとこれまで来てましたけども、やっぱりこれはあの天王寺の美術館との関係性とか、そういうところをしっかりあの踏まえて、しかもこれからの時代に合わせたあの美術館とはどういうものなのか、どういうものなのかということを考えなきゃいけないですね。以前近代美術館構想ができて、それなりの絵を集めたからとにかく進めるんだというわけにはいかないですね。あの絵画自体も、大阪市が持っているコレクションの絵画自体もどれぐらいの価値があるのか、そのあたりも専門家の皆さんにご意見を伺いたいと思いますし。すいません、あの、はい、教育関連で土曜授業のことを伺いたいんですけども、はいはい、あのまあ、4月に開始する学校自体今どんどん増えていて、あ、そうですか、16校ぐらいまでなっているようなんです。で、まあ、ただやっぱり問題は頻度というか、うん、大半は1学期に1回程度、うん、で、まあ、これは実は他の都道府県を見てみると大半はどうもそのようなんです。で、橋本さんずっとその土曜授業をこだわっていらっしゃいましたけど、橋本市長がイメージする土曜授業ってやっぱどのぐらいやってほしいっていう、なんかそういうイメージはありますか？いや、それはないですよ。それはやっぱり僕らの時代の時代と今の時代は違いますから、これはあの学校協議会もこれから始まりますしね、そういう意見を踏まえてあの学校ごとに自ら設定していったらいいんじゃないでしょうか。ただ保護者が8割ね、土曜日授業を望んでいるというこの事実も教育委員会はしっかり、教育委員会、教育現場はしっかりそういう事実を認識した上でね、どういう形で土曜授業をやらなきゃいけないのかということはもう学校ごとで考えてもらったらいいと思います。これをやろうと思ったらやっぱり先生の休みの問題ね、代休の問題だったり、まあ、もっと言えば教員の数の問題もいろいろ出てくるでしょうから、そうなれば財政措置も考えなければ、あの予算措置も考えなければいけませんし、まあ、まずはあの保護者が、8割の保護者が、全国の8割の保護者がね、土曜日授業を望んでるという、そういうあの保護者ニーズをしっかりと教育委員会や教育現場を受け止めて、じゃあどうやって土曜日授業をやるのかってことを考えてもらったらいいです。あの僕の方からこういうやり方で、ああいうやり方でっていうのは、そこはちょっと僕は そこまでマネジメントできませんのでね。まあ、あのやはり物理的には代休というのは一つネックになっているんですけど、もし要望があれば、要請があれば、橋本市長としては財源的に何かということも十分考えられるんでしょうか？いや、それはあの予算全体の中で考えなければいけないですけども、保護者ニーズがそれだけあるということであればね、それはしっかりそれを答えなきゃいけないですね。だからそれが今、教育委員会と首長がこう権限が分かれてるんでね。そこがしっかり対応できていない原因ですよ。保護者が土曜日授業やってほしいというニーズ、それだけ高いものであれば、僕はそれは市長としてしっかりお金を用意しなければいけませんね。国政の方なんですけども、あのゼロ増減に反対した野党が、まあ、委員会審議拒否というのになっているんですけども、以前からこの市長はこのゼロ増減の提出の問題、ゼロ増減の違憲性の問題と定数削減の問題というのは、まあ、一応別物、関連はしているけど別物ということなんですが、その定数削減を見越した審議拒否というのは、こういうやり方というのは、まあ、ここは日本なんですか？いや、セレモニーって聞いてますけど、国会では。それは市長もよく言われてるけど、例外化しているものとは違う。わかりません。もう、だから、まあ、あとはやっぱり、
これぐらい野党でやらないと自民党がね、抜本的な改革、やっぱりもうこれなしにしようとしてますからね、ゼロ増5減だけでこれ済ませようと思ってますから、それはもう野党としてはこれぐらいのセレモニーやらなきゃ、これやっぱ数の力でどうしようもないわけですからね、これぐらいはやらなきゃいけないと思いますよ。ただまあ採決になった時に、じゃあそういう時に完全反対するかといえば、ね、そこは維新の会としては完全反対ではないと思います。ただやっぱり抜本的改革ってものは、それはメディアはもうゼロ増5減先行してね、進めよう進めようって言いますけども、それは物事の進め方、まあ、順序があってですね、ゼロ増5減を成立させるにしてもね、抜本改革の案をやっぱり審議ぐらいはしてもらわないと。今維新の会の案もするしって言って、なんか審議しないようなことになってるみたいですよ。だからゼロ増5減進めるのはいいですけどもね、抜本的改革はもうやっぱり審議はしなきゃ、それは国民の皆さんの目にね、それぞれの各党の抜本改革案、これを国民の皆さんの目にさらし、目の前に出して、その議論の様子を見てもらわなきゃいけないですよ。これ自民党のやり方はゼロ増5減だけを成立させて、あと抜本的改革案審議しないっていう話だから、だからそこに門を突きつけたわけでね、ゼロ増5減自体進めることについてはね、これはある意味仕方がないと思いますよ。ただ抜本的改革案をね、今回審議しないっていうふうに自民党言ってるわけですから、これは野党としてはね、セレモニーであっても何であったとしてもね、これやっぱり審議拒否はそれやらなきゃいけないんじゃないですか、ね、だからゼロ増5減に対する反対っていうよりも、抜本改革案に対して審議をしないっていうことについての反対だっていうふうに解釈してもらいたいですね。でもそれ以外にじゃあ何ができるかですけどもね、まあ事前に審議拒否ってこういう形でもうやるから、あんまり批判しないでねっていう連絡もありましたから、もういいじゃないですか、それは。でだって午後から動いたんですよ、党首討論。だからもうそういう話も聞いてますから、午後からは動く、もう何でもかんでも止めには止めはしないけれども、やっぱりその今回もゼロ増減に対しての反対の意思表示じゃなくてね、その抜本改革案についても全く信じしないということに対しての反対というかノーだと。だからそういうところもしっかりと本当は説明しなきゃいけないんですよね。ゼロ増5減に対して単純に反対してるわけじゃないです。抜本改革案についても潰されてしまって、維新の会の法案これ審議されないみたいですから、ね、そこにはやっぱりノーを示さなきゃいけないんじゃないでしょうかね。でちゃんとそういう意思表示を示して、僕がこうやって説明して、今回の審議拒否の理由っていうのはゼロ増5減に対する反対というよりも、抜本改革案について一切審議をしないということについてのノー の反対の意思表示でね、であとは国会を空転させないためにもうずっとその審議拒否を続けるんじゃなくて、ある程度のところで、また国会を回していくという、まあ、極めてバランスの取れた国会運営だと僕は思ってます。だからそういう方針については賛成はしたんですけどね、ずっと止めるとかいうことだったらちょっとそれはおかしいと言いますけれども、ちゃんとそういうことを考えた国会運営ですから、やっぱり意思表示しないとそれはダメですよ。やっぱりやるべきことだね。国会議員になったらセレモニーじゃなくて他の方法を考える。そこはちょっと分かんないです。国会議員になってみないとね、そういうことしかやっぱり野党としては意思表示できないっていうんであれば、今のところ仕方がないところもあるかも分かりませんね。憲法96条について言ってるだけなんですけど、はい、国民投票の要件の方を過半数より上げてもいいんじゃないかという問題提起されてましたけど、うん、どの程度本気でおっしゃってるのかというか、国会議員団にもそういった考えを伝えてらっしゃるのか、真剣に検討。いや、まだだってこれは96条の改正議論の中で論じたらいいじゃないですか。そういう議論にもなりますよということでね、96条の改正といったら発議要件の緩和のところばっかり、焦点当たってますけども、96条の改正っていうのは国民投票の要件を過剰するっていうことも考えられるし、場合によってはその改正対象のその条項の種類によってはね、憲法のその改正対象の
憲法条項の種類によっては種類ごとにその要件を変えるということもあるだろうし、96条改正というと何でもかんでも発議要件を2分の1にして、緩和だ緩和だと言われますけれども、そうじゃありませんよということを示すために、そういう説明をしたんですけどね、中身についてはそれは議論して決めなきゃいけないと思います。その96条具体的にどう改正するかについて参院選までに維新の会として考えをまとめるつもりは、今96条の改正法案作ってるんじゃないですか。改正法案じゃない、改正案ですか。それをみんなの党とかと一緒に作ってるんで、そういうことを聞いてますけどね。その中で今の国民投票の要件であるとか、あるいはその条項の対象であるとか、そういったものが含まれてくるんでしょうか。方向性は含まれてくるでしょうね、方向性はね。だから、だってそれも含めて最後国民投票で決めればいいわけですからね。すいません、今日の党首討論はご覧になっているんでしょうか。見れるわけないじゃないですか、市長の仕事してるの。そうですよね。それで石原さんがですね、政府がお金、尖閣に関連したんですけど、政府がお金を出してインフラを作ってほしいというのを総理さんが要望されていたんですが、これは維新の会としては今後政府にそういった働きかけがされていくんでしょうか。党全体での決定にはなってませんけどね。としての考え方は、以前尖閣の方に人を置いたりするようなことをするんだったら、もう時期を逸しているというような発言をされていたと思うんですが、ちょっと考え方は違うのかなというふうに今日は感じたんです。それは物ややり方によります。はい。